皆さんこんばんは、電話占いマヒナの今すぐあやかりたい幸せ術のお時間です。この番組の MC を務めます電話占いマヒナの鑑定士月子と申します。皆様どうぞよろしくお願いいたします。この番組はですね、悩みの向こうに必ず幸せがあるということで、前半はゲストの方をお招きして、ゲストの方から幸せや成功の秘訣をお聞きし、皆様にもその成功にあやかっていただこうと根掘り葉掘り聞いていく番組です。もちろん生放送ですので、皆様も聞いてみたいことなどありましたらどんどん書き込んでいってください。私月子がゲストの方にどんどん聞いていきます。そして、番組後半は実際にゲストの方と一緒に一般の視聴者の方と生電話をつないでお悩みを聞いていきたいと思います。それでは早速、ゲストの方、記念すべき第1回目ですね、お呼びしたいと思うのですが、今回のゲストの方は、私が千葉テレビ東京 MX の番組で一緒に、お仕事させていただいています。すっごい可愛い方です。なかなか人生山あり谷ありということを伺っています。どんな幸せ術がお聞きできるのか楽しみです。それでは今回のゲストの方はこちらの方です。皆さんこんばんは、みひろです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、いやもうちょっとすごい初めてなので緊張するんですけど、はい、ちょっとみひろちゃんとこうやってお話しする機会なかなかないので、はい、そうですよ ねいつも番組でこうお話はするんですけど、二人きりっていうのはなかなかないですよね。そうなんですよね、はい、なのでちょっと今回ざっくりとなんですけど、はい、みひろちゃんの簡単なプロフィールを紹介していきたいと思います。はい、新潟県出身で6年前までは国内外に多くのファンを持つ超人気セクシーアイドルとして活動。その傍らお願いマスコットやゴッドタンなどバラエティ番組にも出演。セクシーで天然小悪魔な性格で多くの男性ファンを魅了。そして現在は女優タレントとして活動しつつ、私も出演させてもらっています。真夜中のおバカ騒ぎでは原口あきまささんと司会もされています。はい、はい、いろいろ褒めていただいてありがとうございます。いやでも多分実際皆さん本当にそう思われてると思うんですよ。本当ですか。でもいや以前のお仕事をやってる時はなんかそれなりに自信もあったんですけど、なんか辞めてから今6年って言ってたじゃないですか、あもうそんなに経ったんだと思って、なんか忘れられちゃってるんじゃないかなっていう。いやそれはないと思いますけどね。感じがねちょっとあるんです私。そんなことないと思いますけど、ね、私ゆるふわちゃんのイメージありますもん。アラサーちゃん、はい、ドラマの見ました。ありがとうございます。はい、でまたね最近こう、女優さんとかタレントさんとかの活動されてますけれども、はい、最近のお仕事ってみひろさん的にはどういう印象なんですかね。印象、うん、そうですね、去年、はい、私結婚したんですけど、うんうんうん、結婚してからコラムのお仕事が来まして、はい、新妻のコラムをやらせていただいてます。おーなるほど、はい、なるほど。なんかなんだろう、同棲した方がいいのかどうかとか、うんうんうん、あとはなんか旦那さんにグッと来てもらえるこうにはどういうことをしたらいいのかとか、うんうん、そういうのをちょっと人妻目線で書いてます。でもすごくそれ知りたい人とか多分いっぱいいらっしゃると思うんですよね。あ本当ですか、うん、おやっぱこう男性をね、うん、こううまくリードしていくとか、うん、こう夢中になってもらうって、うん、結構占いとかでもすごく質問多いので、うん、あそうなんですね。なのでみひろさんのそういう小悪魔テクニックとか知りたい方は多分たくさんいっぱい、ね、いらっしゃると思います。テクニックはないんですけど、ええ、なんかいろいろなんかちょっとちょこちょこなんかやってます
ということなんですけど、はい、まあ、多分ねそのテレビとかでご活躍されてるみひろちゃんの姿は皆さんご存知だと思うんですが、うん、意外とねみひろちゃんの中身の部分っていうのを、うん、あの知らないから知りたいっていう方、はい、いっぱいいると思うんですよね。なので今日は皆さんのそんな期待に応えまして、うん、プライベートなこともたくさん聞いていこうと思います。はい、よろしくお願いします。丸裸にされちゃうわけですね。そうですね丸裸になりましょうよろしくお願いします。お願いします。そこでこちらです。はい、じゃーん、見えますかね、このボードなんですけれども、あのみひろちゃんに事前に書いてもらいました。はい、この幸せグラフなんですけどね、はい、こちらこれをもとにお話を聞いていけたらと思うんですけれども、まず最初のお仕事のお話なんですが、こちらグラフの最初のところですね、うん、この業界にデビューしたきっかけ、このモデルデビューっていうことですけど、はい、うん、このデビューのきっかけっていうのはどういうものだったんですかね。デビューは、はい、東京で私就職で出てきたんですね、うんうんうん、で原宿渋谷あたりをプラプラ一人で歩いてたんですよ。そしたらなんか若気なお兄さんにちょっとちょっとって声かけられて、で最初は裸のお仕事って知らなかった。でなんかそういう興味ないみたいな、芸能みたいな、なんか興味ありますってなって、それがきっかけですね。ああ、そういうきっかけだったんですね。そうなんです。じゃあ最初はそのヌードとか裸っていうのは知らなかった、うん、知らなかったです。あとからじゃあそれ知った時、はい、どういう風に。いや、もう衝撃的ですよ。そうですよね。っていう。なるほど。裸、うんうんうん、私がみたいな、うんうんうん、だからもう、だったらもうやらないですって、うんうんうん、思ってました。そのやらないですって思ってたのを、うん、やろうって決意したきっかけっていうのは。きっかけは、うん、写真集のお話が来たんだけど、うんうん、みたいな。ああ、なるほどなるほど、はい、うんうん、一番最初が写真集って言われて、うんうん、ただただ裸になってで、うん、エッチな雑誌に載るっていうお仕事だったら、うんうん、多分断ってたと思うんですけど、うんうん、写真集っていう、ああなるほど、その言葉に魅力を感じて、うんうん、写真集かと思って、うんうん、19歳だったんですけど、ええ、この19の体をこの一冊の本になるって、うんうん、なかなかできることじゃないよなって。普通できないですよね。思ってて、まあ、裸になるっていうリスクはあったんですけど、やっぱり好奇心旺盛だったっていうのもあって、前やってたお仕事もなんかちょっとやめようかな、どうしようかなって悩んでたので、ここは行ってみようかなっていう。なるほど、これはもう人生の転機だったわけですね、ここでの決断が。もうだいぶだいぶですね。そうですね、うん、で例えばね、このお仕事やってて、うん、例えばこう辛いなって思った時って、うん、どういうふうに気持ちとか切り替えてらっしゃったんですか。辛いなって、日記書いてました。日記、はい、あ、その辛いことっていうのを、はい、なるほどね。高校生の頃から毎日日記をつけてるのが習慣だったんですよ、はい、なのでこの時の思いも全部日記に、うんうん、今も多分実家にそれがあると思います。まだ撮ってあるんですね。撮ってあります。すごい、それ記念になりますよね。自分の奇跡ですもんね、はい、そうなんですよ。で、まあ、日記書いてちょっとこう、うんうん、鬱憤を吐き出したりとか、ええ、あとはもう二十歳過ぎてからはお酒も飲めるようになったので、うん、ちょっとお酒に逃げたりとか、うん、なるほど、ストレス発散なわけですね。すごいスタッフさん笑ってましたけど逃げました、お酒に、はい、ね、そうやってでもストレス回避していけたんだったらいいですよね。ずっと溜めちゃってこう悶々としちゃって潰れちゃうより、うん、適度に発散する場所があるって素敵だと思うんですよね。ありがとうございます、うんうん、そっか。であとその
そういう切り替え方をお聞きしたんですけれども、うん、例えばねその今やってるお仕事とかで、うん、女優さんタレントさんとかそういうの以外に今ちょっと挑戦してみたいこととかってありますか？挑戦、うん、あのキャビンアテンダントさん。おーシューズなんで笑うんですかねえなんで、あのうん、私が東京に出てきた時に就職で出てきたって言ったじゃないですか、うんうん、その働いてたところっていうのが、うん、空港の、うん、ボディチェックする人だったんです。あ、こうやる、はい、あ、そうだったんだ。そうなんです。あ、それじゃあもともとその飛行機関係の仕事っていうのはお好きだったんですね、はい、ちょっと憧れがあって、うんうんうん、でも高校卒業してからすぐに、うん、就職したいって思ってたので、うんうんうん、あのキャビンアテンダントの担当さんは大学行かなきゃいけないじゃないですか、はいはいはい、大学行かなきゃいけないから高校卒業しても、うんうん、その飛行機系で華やかそうなのお仕事に就きたくて、うんうん、何があるかなと思ったらそのボディチェックするお仕事があったので、うん、へえ、はい、じゃああれですね、あのみひろちゃんにチェックされた人ラッキーですよね。いや、ね、だからあの機械あるじゃないですか、はい、こう丸いやつ、あれをこうなんていうんですかね、こう当ててって、ここら辺も当てるんですよ。あ、ベルト近辺、ベルト近辺で、やっぱベルトだからピーってなるんですよ、だからあ、失礼します、こちら触って確認してもいいですかって言って、ズボンに手をグイって入れて、グイッグイッグイってやるんですよ。はいはい、はい、なんか変なもの入ってないみたいな。あ、なるほどなるほど。グイッグイの時におおおじさんがあの言った時になんかそういうんじゃないんだけどなって思いながら、はい、やってました。なるほど。ちょっと喜んでるおじさんがいて、あ、そりゃこんな可愛い女の子にねこうされたらおじさんも喜びだと思います。私も喜びます。やられたらそんなことはありました。そうだったんですね、うん、はい、じゃあちょっと次続いていきたいと思うんですけど、ここ、はい、ちょっと下がって悪口言われるっていうのがあるんですけど、うん、はい、これはどういった内容だったんですか？デビューをしてから、うんうん、私新潟なんですけど、新潟のもうあらゆる同級生にブワーって一気に広まったんですよ、うん、そうだったんですか、はい、で、うん、直接私には言わないんですけど、うんうん、あの仲いい子から、うん、あの子がああやって言ってたよとか、うん、こうって言ってたよとか、なんか、うん、なんであんなことするんだろうねみたいな、うんうんうん、っていう悪口をすごい聞いてて、うん、で、あ、いや本当やらなきゃよかったのかなって、うん、一番このお仕事辞めようかどうしようかなって悩んだ時期ですね、うん。まあでもそういう話耳に入っちゃうとやっぱり気持ち的にも続けていくの難しくなっちゃいますよね、うん、そうですね、うん、でその後それを乗り越えて一気にこう幸せ度数が上がって、はい、AV デビューっていう風になってるんですけれども、うん、はい、これはまた勇気いる決断だったと思うんですけど、かなりですよね、はい、そのやろうって決めたきっかけというか、うん、決意した動機っていうんですかね、うん、もう20とか21、うん、2ぐらいだったんですけど、うんうん、デビューしたのが、うんうん、やっぱりこのヌードモデルの時に初めて V シネマをして、はいはいはい、で、あ、私お芝居で、うんうん、あのいろんなお仕事やりたいって、うんうんうん、このお芝居のお仕事でずっとやっていきたいって夢が初めて見つかったんですよ、うんうんうん、そのためにはどうしたらいいんだろうってなった時に、うん、まあ、いろんな人から声をかけていただいて、あの知名度を上げるにはリスクは大きいんですけど、うん、AV デビュー、うんうんうん、なるほど、男性に、うんうん、あの多く知られる、うんうんうん、知名度がガンって上がるのは AV デビューっていうお話を聞いて、はい、まあ、悩んだんですけど、うん、もうなんかここまで
裸でグラビアをやったり、うん、V シネでもそういうなんていうんですかね、お色気シーンみたいなのをやってるし、うん、もうやるならとことんやって、うん、それでも芽が出なかったら、うん、私やめようって思う覚悟でやったんです、うん、なるほど、すごい勇気いる決断だったと思うんですけど、ただその後もね、はい、やっぱりどんどんお仕事増え続けて人気者のみひろちゃんになっていったわけですけれども、ありがたいですね。でもその後に一気に急降下で下がってるのが、はい、本を書くっていうのがあるんですが、はい、これはまたどうしてここでいきなり本を書くことで下がってしまったんですかね。小説家の新藤冬樹先生と出会って、はい、でなんかわかんないんですけど、みひろちゃんはあなたは本を書けるタイプですって言われたんです。はい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 。でいきなり言われたので、は、うん、みたいな、うんうんうん、キョトーンってしてたら、いや書くべきだみたいな、絶対書きなさいって言われて、うんうん、俺がちゃんと書き方とか教えてあげるから、とにかく書いてみなさいって言われて、へ、うんうん、って思って、私本もそんなに読まないし、うんうんうん、大丈夫かなと思ったんですけど、うんうん、まあ、どういうことを書くのかっていうのを事務所の社長とどんなのがいいかなって練って、はい、うんうん、でまあ自分のこと、うんうん、なら書けるかなっていうので書き始めましたね、うん、あ、なるほど。それで詩小説っていう形で本を書かれたんですね、はい、そうです。ちなみにその詩小説、うん、そのヌードにはどういうことが書いてあるんですか。もう私のこの今まで、彼氏がいたんですよ、はいはい、ヌードモデルの前に、でその彼氏とお付き合いをずっとしてて、 AV デビューの時もその彼氏と続いてて、うんうん、やっぱりバレたりっていう、このなんていうんですか、しがらみというか喧嘩バトルがいっぱいあったっていうのと、その気持ちの葛藤を書いたりとかしてっていう感じですかね。あと AV デビューして、それでなんかこう気持ちが複雑になっててとか、うんうんうん、でもその中でも夢が見つかったから頑張ろうっていう前向きになったりとか、うんうんうん、ちょっとフィクションとノンフィクションが混ざった感じの本になってます、はい、うんうん、なるほど、うん、そうしたら例えばね、本っていう形でやっぱり出来上がると、うん、そのよく作家さんとかがそういった作品って自分の子供のようだっていうふうに表現される方いますけど、はい、出来上がった時、完成見た時どんなふうに感じました。2年かかったんですよ。2年、はい、長かったですね。長くて、その間にもいろいろあってのこの手なんですけど、なるほどなるほどはい、もう本当に本を書くということに解放されたっていう、うん、開放感がすごかったですね。あ、なるほど、うん、これでまた美味しいお酒がいっぱい飲めるっていう。あ、なるほどね、海の喜びというか、うん、開放ですね、うん、そっか。じゃあ次なんですけどね、その後からその落ちたけれども、はい、うん、またどんどん上がってってるじゃないですか、はい、で今ご結婚されてね、お仕事も順調だし幸せいっぱいなみひろさんだと思うんですけど、はい、ズバリ公私ともにうまく、うん、幸せにいく秘訣っていうものがあったら教えていただきたいなと思うのですが、何かありますかね。幸せになるための秘訣、うん、はい、みひろさんなりの秘訣というかルールみたいなの。そうですね、楽しかったら本当に思いっきり笑うし、うんうん、あとはありがとうとかごめんなさいとか素直な気持ちをちゃんと言うことですかね。あ、でもそこ大事ですよね。なかなかね、そのありがとうごめんなさいって簡単な言葉に聞こえるんですけど、言えない人結構多いんですよ。この前、うんうん、結婚式したんですよ。あ、見ました、綺麗な花嫁さんでね、
ブログに書いたんですけど、両親にちゃんとした手紙を初めて書いたんですよ、うんうんうん、でその中でやっぱり、まあ、いろんなことしてきましたよ私、うんうん、なのでそれの親に対する、うんうん、あのごめんなさいっていう気持ちと、ええ、あとはありがとうっていう気持ちを書いて、うん、読んだ時の親の顔が忘れられないです、うん、親御さん嬉しかったと思いますよ。あ、見たことない顔してました。特に何だろう、そのお父様はちょっと考えも人性だったんじゃないのかなって。そうですね、そっか、やっぱちょっと素直になるということも、その幸せの秘訣、照れるけど言った方が幸せになれると思います、相手も自分も。あ、そうですよね、やっぱりこう幸せオーラ満載のみひろさんが言うと説得力ありますよね。すごく、ちょっと私あんまり素直に言えるタイプじゃないので。あら、そうなんですか先生。そうなんです。意外です。もう言わなくても分かるよねって感じで、はい、ついプンってしちゃうんですよ。見習います。あ、でもそういう時も私もありますけど、なるべく、はい、なるべく、うん、幸せの秘訣は素直です。ありがとうとごめんなさい。皆さん言ってますか。ねえ、はい、あとあのちょっと他にもね、いろいろお伺いしたいんですが、はい、例えば今のこの成功っていうのを収めるために諦めたこと、うん、手放したものって何かありますか。それはもうズバリ恋愛ですかね。あ、はい、なるほど、うん、恋愛か、うん、私今までお仕事と恋愛の両立ができなかったんです、うん、意外な感じが。そうなんです、うん、好きな人ができちゃうと、うんうん、お仕事がおろそかになっちゃう。なんか宿題をちゃんとしてこなかったりとか、うんうんうん、そう、ちゃんと寝なくちゃいけないのに、うん、次の日早いから、ええ、だけど会いたいから会って、うん、寝不足で現場に行くとか。あ、なるほど。すごい、それで社長に怒られて。なんか優しそうなお方に見えましたけど。いえ、怖いですか社長さん。厳しいんです。いや、すごい怒られて、小説でこうガクンって下がったじゃないですか。はいはいはい、ここのところですね。実は書いてる時にお付き合いした人がいたんですよ、うんうんうん、なんですけど書けなかったんですよ小説が。ものすごく怒られて、ちゃんと書くのか、書かない、うん、ちゃんと書くなら別れなさい、うんうん、中途半端にするんだったら別にもう付き合っててもいいけどみたいな感じで二択を迫られて、まあ、本を選んで。そう、でもこの年頃の女の子がね、26歳の彼ではなく仕事を選ぶってすごい勇気だと思いますよ。ちょっと未練が未練がね、やっぱりちょっと引きずっちゃいましたけど、でも今考えると本を書いてよかったなって思います。なるほど、うん、それ、あ、そっか、そういうのもあったからこの一番下のあれなんですね。そうですね、結構しんどい時期でした26歳は。でもこのね、しんどい時期乗り越えてこのご結婚っていうので一気にガッと上がってるわけですし、うん、そんな新妻のみひろさん、はい、今一番幸せを感じるのはどんな時ですかね。仕事から帰ってきた旦那さんを、うんうん、おかえりって言ってあお出迎えして、うんうん、晩酌してる時ですかね。いいですね、うん、なんかそういう日常の一コマっていうんですかね、うんうん、そういうところにやっぱり幸せ感じられるってすごくいいですよね。そう、普通のことがいいです。うん、ついついね、やっぱ私たちって生きてると、うん、普通のことをおろそかにしちゃって、うん、何か特別なこととかそういうのを求めがちなんですけど、うん、やっぱその幸せを日常から感じることのできるその心の柔らかさっていうんですかね、うん、やっぱそれが秘訣でもあるのかなっていうふうに思いますね、うん、
あと最近何かハマってることとかありますか？ですね、ポーセラーツって知ってますか？あ、食器に、はい、見てます。本当ですか？真っ白い食器に、うんうん、なんかこれを言うとおままごとみたいなんですけど、うん、シールを貼るんですよ。はいはいはい。シール貼ったり自分でなんかこう書いたりして、うんうんうん、もう一回釜で焼いて、はいはいはい、オリジナルの世界に一つだけの食器が作れる、うん、なるほど。の、うん、今インストラクターコースで資格を取れるコースに通ってて、ええ、はい、先生になるんですか？先生になります。わー、なりたい。なれますよ。なりたいんです。でもみひろさんがそれで例えばね、インストラクターの資格取って、はい、じゃあみひろちゃんのポセラーツの教室ですっていう風に開いたら、うん、絶対生徒さん殺到しますよね。どうかな。いや、殺到すると思いますよ。多分受けたい方ね、いっぱいいらっしゃると思いますもん。本当ですか？うん、もう手取り足取り教えますよ。殺到します。もうすごい数来ちゃいますよ。ここはねって言ってこうやるんですよとか。ちょっとこれたまんないですよね。やりたいです。すいません、同性の私が今すっごいちょっと役得だなって感じで、男性だったらもっと喜んじゃうでしょうね。夢です。でもできると思いますよ。ですかね。ちょっと恋愛に厳しい社長に相談してみたいと思います。ぜひ社長さん許可してあげてください。そのインストラクターの資格って取るのにどれぐらい期間かかるんですか？今は個人差あるんですけど、うん、私は1年ちょっとかかってます。じゃあやっぱじっくり学んでいくっていうことなんですね。人様に教えていくっていう風になると、うん、そうですね。ちょっとね、これ応援してますから、はい、ぜひ頑張ってください。ありがとうございます。でですね、はい、これ、あ、早いですね。ん？もうこれ最後になっちゃうんですけど、今後についてなんですけどね、例えば逆にみひろちゃんから、これはちょっとせっかく今2人なので、はい、今後のこととかについてこれ聞きたいなっていうようなことってありますか？うん、私が、うん、先生にお悩み相談していいんですか？はい、はい、せっかくですから。そうだな、やっぱりお仕事。お仕事、私お芝居がしたいので、うんうん、今後そういうお仕事あるかなっていうのが、なるほど、ちょっと気になります。わかりました。じゃあちょっと見てみましょうかね。はい、そのお仕事、これ多分前回も言ったかもしれないんですけど、みひろさんもともと仕事を見てある人なんですよ。で、大勢の人から愛される人なんですね。で、そのお芝居っていうことに関して、ちょっと今言われてるのは少し遠回りするかもしれないっていうことを言ってるんです。で、例えばそのお芝居をするっていうことをゴールっていうふうに例えるとしたら、そのゴールに行くまでいくつかの経験っていうのを重ねていくことになるみたいなんですよね、うん、はい、で、その経験っていうのが要はみひろさんの引き出しを増やす、そういうその経緯になるよっていうことはおっしゃってるんですけど、そのお芝居のお仕事をする上でっていうのがちょっと今やっぱ言われてるのが、これすごい月並みな言葉になっちゃうかもしれないんですけど、やはりその活字に触れるっていうことを言ってますね。本を読む、活字、うん、活字ですか、うん、でその文字を見ること、本を読むことで自分のその脳内、もしくはその胸、ハートでもいいんですけどね、はい、でそのイメージングっていうんですか、そのどういう情景かとか、うん、私だったらここでどういう風に表現していくかなって、はい、それできるようになったら、うん、一気に来ると思いますよ。なるほど、うん、あとはあれですね、もしそのいきなり活字っていうのが難しかったら、はい、映画とかいろいろなさで、今ちょっと言われてるのが、できるだけ映画、今の最近の映画ではなくて、うん、昔の映画見てくださいって言ってます。昔の日本の女優さん、昔の日本ですか、はい、例えば、あと今ちょっと言われたのが原節子さんとか、ああいうその昔の大女優って言われた人の立ち振る舞いとか、うん、その、まあ、言葉回しっていうのはやはりその時代によってね、うん、言葉の使い方に差があるからちょっと参考にとは言えないんだけども、うん、立ち振る舞いとその出す空気っていうのを目で見て盗む、うん、
はい、まずはその日本の大女優さんと呼ばれた人の作品を見ていてくださいと。あと今ちょっと言われてるのは着物に触れるっていうこともいいって言ってますね。着物、うん、例えば自分一人で着付けられるようになるとか、そうやって自分の身のこなし、うん、所作動作っていうのをさらにこうブラッシュアップしていくと、うん、そのみひろさんの幅が広がっていくので、どういう役柄が来ても柔軟に対応できるその筋力作りだと思ってくださいって。あ、しばらくは、うん、しばらく知識と、うん、はい、情報と引き出しを増やすっていう期間だと思ってくださいって言ってますね。あ、すごい、なんかズーンときますねこれ。あ、もう私頭では本読まなきゃって思ってるんですけど、うんうんうん、なかなか本読むのが苦手で、うんうんうん、あのこう読んでたら次の行、あれどこだっけみたいな。あ、戻っちゃうんですね。そう、戻ったり、うんうん、ちょっとなんか意味が分かんなくなってきちゃったりとか、うんうん、読んでて違うこと考えると全然頭に入ってこなかったりとか、うんうんうん、で苦手意識がすごくって、うん、そしたらまず古代、はい、古代じゃないや、昔の映画ちょっと見るといいかもしれない。わかりました。そしたらちょっとずつなんか、ね、昔の日本の良さに触れなさいっていうことはすごく言ってます、うん。だから本もちょっとどちらかといったらそれこそもう昔から不朽の名作って言われてるような、うん、宮沢賢治さんもそうだし夏目漱石さん、うん、昔の日本の文化に触れるっていうのがちょっとみひろさんの中の眠ってるものを呼び起こしてくれるきっかけになるって言ってますね。ありがとうございます。わお、あとそうだな、はい、あと何か聞きたいことありますか。あとはやっぱそうですね、なんだろう、健康ですかね。そうですね、みんなが、うん、家族みんなが健康でいられるかなっていう、うん、そうですね、みひろさん個人の健康が全然問題ないと思うんですけど、ただちょっとご主人、はい、の方がやっぱり怪我とか、ちょっとそっちが少し気になるかなっていうところがあるんですよね、はい、でちょっと今言われてるのはお部屋の中の換気ちょっとまめにしてくださいって言ってます。あのお部屋もちょっと、まあ、生きてるって言ったらおかしいですけど、はい、息してるんですよね。変な、あのこれ変な意味じゃないんですけど、うん、なのでまめに換気、とりあえず朝起きたら、まあ、先に換気、うん、窓開けて空気入れ替えてっていうことで、どんどんお部屋の中の循環を良くしていけば、そのメンタル的な面でも肉体的な面でも、うん、そのどん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 健やかな状態っていうのが、うん、あの維持できるし上がっていくこともできるって言ってるので、そういうそのメンタルじゃない、うん、空気を入れ替える、うん、旦那さんのケアっていうんですかね、それは妻としてはそうですね、ちゃんとせねばいけませんね。奥様として、はい、でもすごいみひろさんとね結婚されて旦那様ラッキーだと思いますよ。本当ですか、うん、大丈夫ですかね私。いや大丈夫ですよ、だっていろんな遍歴があるんですけど。いやそれは心配なんですけど。関係ないですよ、あのあくまでやっぱ大事なのって、うん、今あとこれからだと思うんですね、うん、であのみひろさん自身がやっぱ太陽みたいな女性なんですよ。バーって明るいし、うん、でみひろさんっていう太陽がお家の中にあるから旦那様すごい癒されてるところもありますよ。救われてるって言ってもいいんじゃないですかね。例えば、こう男性って結構プライドもあると思うんで、例えば外でちょっと嫌だなとかお仕事でね、うん、そういうのがあってもあんまり家の中にまで持ち込んじゃちょっとかっこ悪いよなとか、うん、落ち込んでる自分見せたくないなっていう状態で、うん、ちょっととぼとぼって感じでお家にただいまって帰っても、うん、みひろさんが笑顔でおかえりって言ったら、うん、まあいっかみたいな。あ、だからやっぱみひろさんは太陽であり続けてほしいなって思います。太陽で、うん、じゃあ怒っておかえりって言ったらダメなんですね。たまにはいいって言ってますよ。たまにはいいんですか、うん、たまにはちょっと飲みすぎなんですけどみたいな。早く帰ってきてくださいみたいな。ご飯冷めましたけどみたいなのはあんまり今ちょっとすごい感情入ってた。たまに思う時があるんですけど、うん、なるべくおかえりって笑顔で言うようにはしてるんですけど、うん、そうですね、でもその心がけだけでも十分だと思いますよ。そうですか、うん、いやだって羨ましいって人いっぱいいると思いますもん。はい、じゃあそろそろ、はい、あの
次に行こうかなと思うんですけれども、はい、ですね、続きましてのコーナーなんですが、ちょっとこれ私もどんなお話が飛び出すのか分かりません、題して今すぐお悩み解決視聴者生電話占いのコーナーに行きたいと思います。ぜひあのみひろちゃんも、はい、引き続き一緒に聞いていただけたらなと思います。はい、わかりました。よろしくお願いします。お願いします。このコーナーはですね、毎回ゲスト鑑定士の方と一緒にお送りしていきます。今回の生電話占いを担当していただくゲスト鑑定士をご紹介いたしましょう。新葉先生です。よろしくお願いします。お願いいたします。お願いします。わ、なんかいろいろ持ってますね。いろいろあります。わお、はい、新葉先生はですね、電話占いマヒナの、占い師の先生なんですけれども、その的中率の高さから、驚きすぎ注意、驚愕の的中率、驚異のタロットのカリスマというキャッチコピーがついてます。ねえ、ですっごい頼れる人気カリスマ占い師の先生なんですけど、はい、私も普段お世話になってる先生なんです。よく鑑定士同士にも、はい、悩みというものもございまして、はい、月子先生もお悩みを新葉先生に聞いてもらってます。あ、そうなんですか。あら、練習にもなりますしね。スキルアップも兼ねてやっておりますが、はい、ではですね、はい、いいですかね。今回のお悩みを持っている方なんですけれども、20歳の OL の女性、アミさんです。どんなお悩みなのか、ちょっとお電話つなげてみたいと思います。アミさん。はい。大丈夫かな？もしもし。こんばんは。聞こえますか？つながってますかね。大丈夫かな。すいません、生なので、はい、少々お待ちください。はい、もしもし。あ、聞こえた。よかった。どうもこんばんは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。はい、早速なんですけれども、お悩みを、お聞かせください。あ、はい、私は好きな人がいるんですが、はい、去年に出会って、うん、3、4回しかまだ会ったことはなくて、うんうん、その人に告白したんですが、はい、落ち着いたら会いに行くから待っててねって言われたきり、うん、連絡が取れなくなってしまって、その人がどう思ってるのかを教えたくて、はい、はい、わかりました。よろしくお願いいたします。新葉と申します。今から見させていただきますので、お名前をお伺いしても。アミさん、よろしくお願いします。お名前どうでしたっけ。もしもし。はい、お名前をお伺いしてもよいですか。はい、はい、で、お相手の方はニックネームで構いませんよ。じゃあイニシャルでもいいですね。イニシャル、はい、はい、わかりました。じゃあちょっと彼の気持ちっていうのを見てまいりますのでお待ちください。彼のことを強く頭の中に思い浮かべていてほしいんですけれども、その際にこう結果についてこうだったらいいなとか、こうだったら嫌だなっていうのを入れちゃうとカードに反映されてしまうことがあるので、彼の顔とか声とか、そこだけ思い浮かべていてください。はい、緊張しますね。緊張しちゃいますね。すごい緊張しちゃいます。生ですからね。生ですもんね。今現在とかはじゃああれですね、ご自分の方でも遠慮しちゃって彼に対してはあまりアプローチはかけない感じにしてるんですかね。何回か LINE とかはしてみたんですけど、反応があまり感じ、
時期的な問題かな。気持ち的にはなんか連絡したいなとか会いたいなっていうのはあるんですけれども、結構気の散ってる方かなっていうのもあって、ご連絡をしようかなって思って次に何か出来事が起こると忘れちゃうみたいな。その時その時のことでなんかこうポン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 気持ちが移り変わっていく人なのかなっていうところはあるんですけれども、見た目的にもなんかすごいタイプだったみたいだし、印象もすごい良かったみたいだし、そうなんですよね。だからなんか決して悪い結果ではないけれども、ご本人的にこういうのって時期があるので、恋愛を思い切り進めていくっていうような時ではないかな。はい、はい、でもこれでダメっていうわけじゃないんだけど、ちょっと詳しく見ていきますので、お待ちくださいね。はい、はい、こんなやり取りがあったんだけどとか、彼のこういうところとか気になったんだけどっていうのってありますか？気になったところですか？うん、なければ勝手に見ちゃうけど。おそんなことできるの？勝手に見ちゃう。カリスマですから。すごい。どうだろうな。ちょっとでもさっきからこう知らせてるっていうのがあってですね、この彼との恋愛とかっていうのもそうなんだけど、本当はちょっと本格的なラッキーっていうのが2月3月ぐらいに来るんですよね。はい。で、今の時点での恋愛っていうのがなかなか進みにくいような状態にはなってるなっていう感じはあります。はい、で、ご本人の今環境っていうのを見させていただいてよろしいですか？はい、あなたのなんかシーンとしてちょっとなんか亜美さん の今の状態見るってことでいいのかな？はい、そうです。少々お待ちくださいね。はい、いつも電話占いの時はこういう感じで。そうなんですよね、こういう感じで展開してるんですけども、亜美さん自身もすごい愛情たっぷりな女の子だったりとかするし、ただ気持ちがちょっと優しすぎるところがあるかなっていうのがあって、どうしてもご本人よりも相手の気持ちとか相手のペースっていうのを尊重しすぎてしまうかなっていう傾向はあるかなっていうところなんですよね。で、環境を見てると亜美さん自身にちょっと亜美さん狙ってる男の子とかも今時点でもいそうだったりするんだけど、気づいてるかな？そうなんですよね。しかも結構昔から、そうそう、そういうのがあって、で、なんかその自分が楽できるようなタイプの人よりもあえてこう自分が振り回されちゃうような男性選んじゃったりとか、M なのかな、はい、なんていうかその彼への思いっていうのは彼から選んでもらえるかっていうことを主体にご自分で考えているので、恋愛で幸せになりたいかとか、どういう相手を選ぶかっていうようなことよりも相手の気持ちがどうかっていうことに気持ちを預けすぎてしまっていて、かつ亜美さんの本音っていうか心の奥底みたいなところを覗き込んでみると、安心した、穏やかな恋愛がしたい、それから行く末こういう結婚とかもしたいとか、そういう夢はいっぱいあったりとかして、この彼のことを考えた時に諦めの気持ちが本人の中で一番強かったりするのはなぜみたいな。そう、亜美さん自身がこの恋ちょっと難しいかもしれないとか、思っちゃってるとこないかなっていう感じ。はい、そう、次行った方がいいかなみたいな気持ちね、この辺大きいかなっていう感じですかね。そうなんですよ。ちなみにこの彼とのこととかっていうのは連絡が来そうかなとかっていうような時期とか見てみると、来年の多分ぐらいまで待たなきゃいけなくなってくるかなっていう感じなんですけど、はい、一番早くて11月ぐらい。そうなんですよね。で、彼自身も結構対外自由人というか気まぐれな感じはあったりとかするのでこの次会った時にじゃあ例えば次いつ会おうかなとか、そういうところで悶々としてしまうような、亜美さんの姿が見えるようだっていう感じだったりするんですけど、そういう亜
嫌ですよね。会えるのかなって。あ、会うこと自体は彼自身も会う気ではいるので、ただ気まぐれだからその時々で気持ちがこう散ってしまったりとかするから、あの集中力が足りない人っていうのかな、そういう感じはありますよね。結構趣味とかも多かったりとかする人なんじゃないかな、この人。彼との会えるチャンスとかで考えたら11月ぐらいとかまで待てればっていう感じにはなりますけど、私的には来年2月3月とかの出会いの方が結構引きが強いのでおすすめっていう感じはあります。ちょっと今の間って連絡とかもしない方がいいってことですかね。今時点で連絡な、ちょっとお待ちくださいね。一応なんかお友達とかを介してとか共通のお友達とかいるようだったらそこら辺巻き込んでっていうのであればいいかなとは思うんですけど、今時点でアリさん自体が気持ちが負けちゃってるので、あのなかなか実りにくいっていうところはあるかな。そうそうそう、会えなかったらどうしよう、断られちゃったらどうしよう、そうですね、これがすごくもったいないことになっているので、例えばあのどんな恋をしている人とかで連絡があんまり来ないなっていうような人とかもそうなんですけど、例えばお友達と美味しいものを食べに行ったりとかした時にとか、あの楽しい場所に遊びに行った時に彼と一緒に遊びに行きたいなとか、あの彼と一緒にこれご飯食べたらどうかなって考えながら、その場を楽しむということをやっておいていただけると、ほいっとこう彼の方から連絡来たりとかってこともあります。うん、もう何回切って思い詰めすぎなんだよ。本人がもう思い詰めすぎちゃってて、そうなんで、今の時期とかでも、割とその彼のこととかっていうのでいっぱいいっぱいになってしまったりとか、他にその気持ちを逃がす場所がないなっていうのがすごいあるんですけど、周りのところとかを見てみるとお友達だったりとか結構心配してるっていうか、気にしてる人とか結構いるので、思い詰めちゃったりとかしすぎてる時って何でもそうなんだけど、根詰めてる時ってうまくいかないから、少し気持ち逃がした方がいいかなっていうのはあるかな。そうすると11月が10月になったりとか、来年の2月3月の出会いが1月になったりとかっていう風な形にはなっていきます。そう、まだまだ本当は亜美さん自身抱えてるもの絶対あるはずなんだけどね。抱えてるもの本当に聞きたいことないかなって思うんだけど、恋愛以外でですか。恋愛以外でも何でも OK ですよ。亜美さん、恋愛以外で何か気になることってありますか。気になること、自分の将来のこととかね、不安がいっぱいで優しい男の方なんだなっていうのはすごいあるんだけれども、割とその人の気持ちとかタイミングとかそういうものにすごい左右されちゃうかなっていうのがあるかな。そう、人の気持ちだったりとか相手の気持ちがどうかとか相手がどうかっていうことにフォーカスすることがちょっと多いみたいで、ご自身のその、そうなんですよね、そこが少しもったいないなってことになっているので、これを機会に何かいい聞きたいことがあれば何でも言ってくれればいいんだけど。これかわいいな。そこら辺はもう占い以前に返してもらった方がいいよっていうのはあるけど、ちょっとお待ちくださいね。やっぱり彼のことが一番なっちゃうんですよね。気になるんですかね。優しいんだなと思うんだけど、
そうだな、今時点でもこの人自体もやっぱり気持ちはあれどってとこなので、そのお金のことも含めだけど、でもやっぱり結構やっぱ気が散ってる、この人いろんなことをこう考えちゃって、会うっていう風な行動は取れないかな。はい、それが明けてくるのが11月ぐらいになってくるので、秋口ぐらいから他のお友達とかっていうのも巻き込んで、もう一回ちょっと飲み会のセッティングだったりとかしてもらってっていうのであれば、できないこともないけど、テンション下がっちゃって悲しいね。大丈夫大丈夫周りが、うん、その人のことやめとけしか言わないから、さっきお友達とか心配してるよって言ってたけど、まあ、言いづらいけどそういうとこもあるし、あとは大きなハッピーが待ってる時って大体その前の段階でうまくいかないことっていうのはとことん進まないようにもなってたりするので、はい、本当だったらまあ、彼のこととかっていうのは切り替えて次行った方がいいよっていうのはあるけど、その代わり秋口ぐらいからこの彼と会えるかどうかっていうことも含めてなんですけど、ぐん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 運気そのものっていうのは上がってくるので、それまでの間ちょっとたくさんお友達と遊んだりとかして気持ち逃がした方がいいかなっていうのは正直なところです。別の方に向けるって感じ。そうですね、うん、おしゃれでもいいし遊びに行くでもいいし、で彼自身はこのまま逃げ切るとかそういうおつもりまではなかったりして、会いたいなとは思っているので、まあ、そのお金のことに関しても、はい、考えてはいるみたいだけど、ここにとらわれてしまって次に来ることっていうのが停滞している状態なのがすごい見ててもったいない。いい人がいても見逃しちゃう可能性がある。今のままだと、今のままではね、で今の時点でも多分心配してるお友達の中だったりとか、まあちょい過去なんだけどね、うん、5ヶ月ぐらい前かな、結構その深刻にっていうかこう真剣に、アンちゃんのことを大事に思ってる人とかもいるんですよね。うん心当たりはないです探してみているから、なのでまあ、大体そのお友達の間とかでもマスコット的な感じの存在になったりとか、まあ言ってしまえばちょっとペット的な、うん、かわいいみたいな、そうそうかわいいかわいいっていうふうにされてるところもある人みたいなので、ちょっと本当に今の状態もったいない。うん、はい、なるほど、うんうん、ねえ、ねえ、今の彼でもどうしてもっていうのであれば秋口ぐらいとかにはチャンス本当にありそうなので、それまでの間にそれでもやっぱ気持ちの負荷みたいなものは軽くしておかないと、なかなか彼のことを思うときに例えばその拒否されるかもしれないとか、受け入れてもらえないかもしれないっていうところがどうしても根っこになって彼のことを考えているので、じゃあ最後にアミさん何か聞きたいことありますか。他ですか。はい、そうですね、恋愛以外でってこと。あ、もう恋愛でもいいですよ。あ、うん、何でもどうぞ。はい、なんだろう、うんうん、他の恋愛をした方がいいとかっていうのありますか。ありますね。それは、来年の1、2月っていうふうに言ったけれども、気持ちをちょっと彼から別の出会いとかで私もっと安心できる人と会いたいなとか、自分が甘えられる人と会いたいなっていうふうにちょっと思っていただきたいかなってところがあって、そういうふうに気持ちを切り替えていただけると割とぴったりな人とかっていうのすぐ出てきますね。はい、でまあ今好きな人がいるときに急にじゃあ次の彼行こうかなっていうふうになってもなかなか切り替えることっていうのはできないと思うので、
そこが問題で、みんな結構悩んでたりするんだけど、恋愛は、うん、ある程度その異性のお友達も含めて遊びに行くとかしておいていただけると、どん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 空気、秋口から変わってきますよ、本当に。はい、ちょっと長いことこの方のことを悩みすぎかな、かなり思い詰めてしまっているのだなっていうのはあります。そうですね。はい、この状態を少し軽くしていただくためにも、別のことで気持ちを逃がしてっていうふうなことでやっていただけると、恋愛以外とかでも楽しいこといっぱい本当に起きてくるので、ちょっとやってみてもらいたいかな。はい、どうもありがとうございました。では、電話占いなので、いつでもまたお時間あるときにぜひお電話ください。お待ちしてます。亜美さん、どうもありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。はい、ということで、いろいろな、まあ、ちょっと、ね、深いお話もあったかと思いますが、はい、みひろちゃん、いかがでしたか？いや、女の子は本当も恋愛の悩みが尽きないです ね、 そうですね。私も好きだったのに別れなきゃいけないっていう、ことになった時に辛かったので、忘れられない気持ちはすごくよくわかりますね。言い換えて本当、はい、大事ですよね。私は仕事に打ち込みました。あ、いいです。仕事でいい切り替え方ですね。忘れました。うん、もう紛らわして、はい、いい切り替え方だと思います。はい、いただきたいと思います。これも幸せの秘訣かもしれないです ね、うまく切り替える、仕事に打ち込む、はい、ということなんですけれども、みひろさん、しんは先生、本当に今日は 1時間の時間でしたけれども、どうもお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは、電話占いまひなの今すぐあやかりたい、幸せ術の第1回目のゲストはみひろさん、そしてゲスト鑑定士にしんは先生にお越しいただきお送りいたしました。次回は6月25日日曜日ですね、18時から配信予定です。6月24日土曜日です。ごめんなさい、6月24日の、土曜日、はい、18時から、あ、ごめんなさい、25日ですね。失礼しました。25日、25、18時です。はい、で、ゲストはですね、ダイエットの成功者の浜田ブリトニーさんをお迎えいたします。うん、で、いろいろ聞いていきます。で、ゲスト鑑定士には、こちらもご存知、雪川玲美先生をお迎えいたしましてお送りいたします。ゲストへの、質問や感想も募集していますので、メッセージお送りいただけたらなと思います。お楽しみになさっていてください。では今回はこの辺で、ご視聴いただきまして本当にありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、おやすみなさーい。